Wanna move my feet, wanna drop my one. 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 こんにちは、ヨシイマンです。カン君のハイアットジラーラに宿泊してきました。今回こちらの動画ではホテルでさらに快適に過ごすためにおすすめしたい持ち物やおすすめレストラン、ドリンクメニューなどを紹介できたらなと思います。3年前に同じハイアット系列でシークレットザバインカン君に宿泊したことがあるのですが、動画の後半ではシークレットザバインカン君とハイアットジラーラどちらが良かったかも正直に言っちゃいたいと思います。よかったら最後までぜひご覧ください。で、私は今どこに向かっているかと言いますと、現在時間が朝の7時前でございます。はい、カバナの取り合いに向かっております。カバナとはこんなプールにあるベッド、インザ小屋みたいな感じなんですけれども、ハイアットジラーラはカバナが自由に使えます。事前に予約する場合は1日54ドルから予約できるらしいんですね。でも、もし私みたいに払いたくないなって方は朝6時か7時ぐらいから場所取りができるらしいので、ぜひ行ってみてください。で、確かエグゼクティブフロアの方は海辺にカバナがありまして、部屋番号でカバナが割り当てられてるらしいんですね。でも、私たちはエグゼクティブフロアには宿泊していないので詳しくはわからないです。ごめんなさい。で、カン君のホテルはこのようにお金を出せば出すほど快適になるんですけれども、私たちは最低限ピーポーなので早起きしてから朝からゴーです。で、こんな感じで課金なしでどんどん楽しめる方法をお伝えしていきます。プールに関してですが、プールはノースサイドとサウスサイドに分かれています。現在ご覧いただいているのがノースサイドです。ここで注意していただきたいことがございまして、ノースサイドはイベントやパーティーが開催されるので人気のエリアです。なので、ほぼほぼカバナは予約で埋まっております。こちらのカバナを取りたい方はぜひ予約することを個人的にお勧めします。空いてるかどうか不明な時はスタッフさんに聞くと教えてくださるので、ぜひ聞いてみてください。はい、で、こちらがサウス側です。サウスサイドは、プールバーがある方で、比較的空いているカバナが多いです。で、私たちもここのサウスサイドの方でカバナを毎日ゲットできました。この時にぜひ持って行っていただきたいアイテムがございます。それはなくなっても困らないバスタオルです。場所取りにホテルのタオルを広げてもいいんですけれども、スタッフさんに片付けられてしまってせっかく の場所取りも終了してしまう恐れもあるので、私はなくなっても構わないバスタオルを持っていきました。なくなっても困らないと言いましても、また滞在中にバスタオルがなくなることはなかったです。早い者勝ちなので、ぜひ早起きしてカバナを取ってください。さてさて、カバナも取れたので朝ごはんを食べに行きたいと思います。個人的に一番おすすめのレストランがこちら、ビスタです。お、めっちゃいい席。おお、いい。こちらのレストランは水着に羽織で OK で、ドレスコードも緩めです。朝が特に私は好きでした。朝の時間帯はバーが閉まってお酒が飲めないんですけれども、朝からお酒が飲みたい場合はこちらのレストランでミモザとブラッディマリーが飲めます。
毎朝あのトラクターが藻を回収していたので、そんなにわあ藻がすごいやばいとは思わなかったですね。メキシコ名物かはわからないんですけれども、こちらのグリーンジュースとっても美味しいです。青臭くなくて飲みやすいのでおすすめです。こちらのビスタはランチも美味しいです。これは確かセビーチですね。本格的でとっても美味しかったです。ここのカフェ本当最高で、アイスの種類もこんなにあるんですよ。私あの毎日通って毎日アイス食べていました。サンドイッチのような軽食もあるので、ぜひぜひ行ってみてください。オールインクルーシブでこのカフェはすごい充実してると私は思いました。カフェからは海も見えます。綺麗です。で、プールでくつろいでいると牡蠣、フレッシュなオイスターをタダでくださいました。ディナーにおすすめのお店がこちら、キバチです。こちらは予約が必須なので、チェックイン後すぐに予約を取ってください。ハイアットジラーラカンクン編いかがだったでしょうか。最後に、2,3 点ほど持っていくのにおすすめしたいアイテムを紹介したいので、紹介させてください。まずこちらです。紙ストローです。ハイアットジラーラは、スムージーとかフローズンアルコールドリンクのメニューが豊富なんですけれども、あの海の環境保護のためにプラスチックのストローは開封してないんですね。なので、ホテルに何回も使えるストローは売られてたんですけれども、私は家に
大量にあった紙ストローを持っていきました。あとこれは私持っていかなかったんですけれども、イエティのカップがいいって書いてる方もいらっしゃいました。あのいつまでもドリンクが冷たいらしいです。あ、そうそう、あと日焼け止めだ。日焼け止めは余分に1個持ってった方がいいかもしれないです。あの日差しがめちゃくちゃ強いんですよ。でこまめに塗らないと私たちみたいに大変なことになるので、行く方は予備に1個持ってると安心かもしれないです。ホテルの売店に日焼け止めはあるんですけれども、めちゃくちゃ高いんで、あのあんまりおすすめはしないです。はい。で最後におすすめしたいのはこちらなんですけれども、これ案件でも PR でも何でもないので、あのはいお願いします。はい、隙間なんですけれども、見えるかな、まあこんな感じになってまして、こっちとこっちに、空気を入れるだけなんですよ。でこの浮き輪ほんとすごくって、ベッドにもなるし椅子にもなるし、ちょっとなんかドリンク飲む時のテーブルにもなるし、すごい万能でした。あの収納にも困らなくって、概要欄に貼っとくので、もし興味ある方は、見てみてください。でなんで私こんなにあのその情報量をね、どっからお前は取ってきたんだって不思議に思われてる方いらっしゃると思うんですけれども、 Facebook の、 あのハイアットジラーラカン君のファンクラブがあるんですね。ファングループが、そこで全てこの情報をゲットしていきました。わからないこととか結構教えてくれますし、あとなんか行って帰ってきた方がこれ持ってってよかったよとか、すごくこれが美味しかったよとかすごく教えてくれるので、本当にこのグループは行く、あの英語なんですけれども、行く方に本当におすすめです。で、あ、そうそう、おすすめドリンクもそこで知れて、バンボービーショッツっていうのがあるんですけれども、すごい鮮やかな色で、あの味もリフレッシングで美味しいので、ぜひ試してみてください。ハイアットジラーラはほとんどのアルコールドリンクがノンアルコール対応できるので、ほとんどノンアルで飲んでました。元取れてないですね。はい。で、ハイアットジラーラカン君とシークレットザバインカン君、どっちが良かったか正直に言っちゃいます。私はシークレットザバインカン君の方が好きでした。っていうのも、シークレットザバインカン君は最近できたばかりで新しいホテルで、全てが綺麗だったんですね。で、あとホテルの部屋もアップグレードしていい部屋だったので、まあそういうのもあって、私はシークレットザバインカン君の方が好きです。でも決してハイエットジララカン君も汚いわけではないんですけれども、まあ、ちょっとなんか古いかなっていうイメージでしたね。はい。でも不思議なことに、夫は全然ハイアットジララカン君の方がいいって言ってました。夫の意見としては、シークレットザバインカン君は高層階ホテルなので、どちらかというとタワマンみたいな雰囲気なんですよ。ハイアットジララカン君の方がリゾート感があって、夫はそっちの方が好きだって言ってましたね。だからどっちを取るかですよね。綺麗さを取るかリゾート感を取るかが決め手になってくるかなって私は思います。はい。あの最後までご覧いただきありがとうございました。実は私明日引っ越しでございます。はい。ちょっと更新頻度落ちるかもしれないんですけれども、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。